大リーグのパドレスが3日、日本時間4日、韓国プロ野球 LG からポスティングシステムで移籍を目指していた昨年のワールドベースボールクラシック、WBC、韓国代表ミニ腕の交友鈴、高速、投手、25、と2年契約を結んだと発表した。球団公式サイトが報じた、複数の米メディアによると総額450万ドル、 約6億4000万円で合意し、3年目となる2026年は総合オプションがついているとしている。こうースズは韓国通算139セーブを挙げている救援投手。楽天から加入した松井祐希投手と共に抑えの座を争うとみられる。ダルビッシュ有投手や、昨年3月の WBC で共に戦った金川なり、キムハソン。 内野手ともチームメイトになる。また、パドレスは3月20、21日に開幕2連戦をドジャースとソウルで戦う。こういスズは昨年3月の w b c 一次リーグ日本戦、東京ドームでの当番がなく、ドジャース入りした大谷翔平選手との対戦がなかった。 大谷については昨年1月には韓国メディアのインタビューで、投げるところがなければ、痛くないところにぶつけて次の打者と対戦する、などと発言したことが波紋を広げたが、今年3月に因縁の対決が実現する可能性が出てきた。